速報の2位ありがとうございました。2位ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。私本当にそんな緊張してなかったんですよ、始まる前。本当に全然緊張してなくて、なんか大丈夫かなってぐらい緊張してなくて、まあでも速報だし、まあ、投票始まったばっかで4日ぐらいじゃないですか、5日か4日ぐらいでしょ。で、まあ、始まったばっかだし、そんなあんまり受けることもないなって思って、どんな結果であれって思ってたんですけど、嬉しかったです本当にめっちゃ嬉しかったです。なんかこういう投票系でいい順位がになったことが本当になくて、めっちゃ嬉しかった。本当に泣きそうなぐらい嬉しかったです泣かないけど本当に嬉しかったです。なんかすごいめっちゃ不安で不安だったけど、でもめっちゃ嬉しかったです。全然なんか速報だし、始まったばっかだけど、こう結果に残ったっていうのがすごい嬉しくて嬉しくて嬉しくて本当に泣きそうだ。めちゃめちゃもう、まあ、6位から発表になって、もう3位ぐらいになった時に、あ、もうなんかその6位5位4位ぐらいで呼ばれたらいいなって思ってて、まあ、6、5、4、3まで来て、あ、もう無理だと思って、あーって思って、なんか結構気分落ちてたんですけど、そうだけど2位で呼んでもらえて嬉しかったです。今の気持ちをちょっとちゃんとみんなに伝えたくてショールームを始めました。なんか本当に、あーダメだね本当に嬉しかったダメな、ダメですね、ごめんなさい、泣くつもりなかった、ごめんなさいね なんかみんなのコメント見るとすごい嬉しくて泣きそうになった。タオルで拭く。はい、なので本当にみんなありがとうございますこんな泣くとは違う、まだ本当に始まったばっかだからどうなるか分かんないけど、本当に嬉しかったです何かマジで始まったばっかすぎてこんな思うと思わなかったんですけど、自分もこんな真に受けると思わなくて、自分もだけど本当に嬉しかった。すごいいい日になってよかったです。なんか全然本番じゃないんだけど全然本番じゃないし、まだ18日もあるのに泣いちゃう。すごい不安だったからめっちゃ嬉しかったです。うん、そう、まだこれからなんですけどね、ごめんなさいねうん、だからはいみんながこう、私がなんだろう、ディズニーに入ってなんか
ダブルセンターになりたいっていう本当にもうわがまますぎる目標をこう初めからみんな頑張ってくれて、こう最初にね結果を残してくれたっていうのがすごい嬉しくて嬉しくて本当になんかこれ多分見てるファンの方、多分私のファンの方ばかりだと思うのであのあれなんですけど、本当にこうユニットとかやられたことなかったから本当に嬉しくて本当にねごめんなさいね本当にめっちゃ号泣したの、やばこんな泣くつもりなかったダメですね、やっぱ今ショールームしない方が良かったな、はい本当に選抜だからって言われるけど、私だってセンターになりたいしユニット入りたいしって思うから本当に頑張りたいですありがとうございますみんな、本当にもう3位あたりからもうずっとガクガクしてて、あもう無理なーみたいな無理なーみたいな感じで、いや本当に無理だと思ってたから、すごい顔してるね、やばやばすぎ、いや本当にもう始まったばっかだし、もうなんかこれがなんかすごい最終結果みたいな感じになってるんですけど、いやでも本当に今回そのまあティーンズユニット、ティーンズメンバーなんで入って広報に入ってて、で断ることはできなかったというか、その、まあ、全メンバー対象なんで、まあでも対象って言ってもらえて、でこんなチャンスなかなかないから、だからもうやるからには全力でやろうって思ったんですけど、でもめっちゃ不安で、本当に投票系は本当に不安しかなくて、だからすごい嬉しかったです。多分私のファンの方が一番分かってると思う、この投票系がすごいね、私も気持ちさえの苦手だし、だからこうやってなんかそこがないけど形に残ったっていうのがすごい嬉しくて、みんなが思ってる以上にめっちゃ嬉しいだからね、本当に最後まで頑張りましょうでもこのね、なんかすごい総選挙みたいで本当にみんな本当に自分だけの力でこういう嬉しい、本当になんか SK に入ってなんか初めての感覚を今日すごい覚えました本当にこの11歳からやってきて、なんか初めてなんかの感覚です、めちゃめちゃ。まだわかんないけどねまだわからないけど本当に嬉しかったし、うん、嬉しくて泣いてるの、嬉しくて泣いてます嬉しくて泣いてる、なんかいいな、ありがとうございます本当に今でもそれ不安なんですけど、多分 2,3 日は浮かれてると思うので、はいだからちょっとあの浮かれすぎてたらもう言ってください、ちょっと浮かれすぎって言ってほしいです。いや今年初泣きですね、はい
嬉し泣きだった今年は。はあ、辛い方はい、だからそうですね。いやでも浮かれたらダメですね、頑張らなきゃ。あーもうダメだ、私本当にメイク落ちましたね、絶対絶対落ちた、もう最悪だ、ごめんなさいねこんな顔面で。いやそう、ほののとあゆかとこう一緒に選抜じゃない、あの速報で、ね、こう入れたっていうのもすっごい嬉しかったです。ほののあゆかと来てもう入れなかったらどうしようってめっちゃ思って、もうめっちゃもう心臓がもうマジでめっちゃ膨らんだ。破裂しそうでした。そんななんだろう、本当のその本戦っていうか最終結果じゃないけど、緊張す、こんな緊張するんだなって思いました。なんかそのね、でも結構もうメンバーも泣いてる子たくさんいて、なんかやっぱこういう投票系っていろんな本当にいろんな気持ちが混ざり合って、もう混ざりまくってるじゃないですか。なんかすごい、私は総選挙の時とかもちろんそれは本気でやってたけど、なんだろう、こういう感覚、今回メンバーも少ないし、メンバーも少ないじゃないですか、それでなんだろう、その SK の中でやってるものだから余計なんか、うん、総選挙はなんだろう、結構いろんなグループから集まって、その100人までじゃないですか、めちゃめちゃ複雑ですよ、もう本当のこと言っちゃうとめちゃめちゃ複雑だけど、でもなんかすごいいい機会だなと思うし、とりあえずみんなありがとう。ちょっとね、あの言葉が出てこなくなっちゃった、さっきねなんか絶対言おうと思ってたんだけど忘れちゃったんだよね。本当に1人に票入れられるっていうことは順位が結構この変動すると思うんですよ。まだ4日だし、4日なんですけど、だけどやっぱなんかね、でもこの複雑な気持ちはもうみんな一緒だと思うし、ファンの方もそうだし、メンバーも一緒だし、きっとその運営の方もきっと一緒だと思うんですけど、でも本当に一票一票で多分めっちゃ変わると思うんですよ、やっぱり。だから変わらず私はティーンズユニットに入りたいし、
ダブルセンターになりたいなって思うので、変わらず応援してください。お願いします。喉が鳴る。あ、鳴らなかった。11日までですもんね。やば。なんか本当にやばいね。もうなんか私こういうこの期間が多分一番団結力があってすごいいい期間だと思うけど、逆に言うともう不安と、なんかもうなんかなんだろう、わかりますか？もう多分皆さんもご存知ですよね、あの総選挙の期間って感じです。多分他のメンバーが言うに、私は総選挙の期間、まあ、それはドキドキしてたけど、多分その常連で入ってる先輩とかよりは全然、まあ、入ったこともなかったから、そういう気持ちがやっとなんかここで分かったみたいな感じです。結構25日が開票、開票って言うとちょっとあれだね。なんか自分も居場所があるんだなってすごい思いました。なんかこう何かにこうなんだろう、選んでもらうみたいなものが、こうなかった。選抜とその総選挙とかファッション保有とかって多分違うと思うんですよ。私はなんだろうな、ファンの方がのなんだろう居場所みたいなものがなんかあるんだなって思って嬉しかったです。ファンの方が選んでくださってるわけじゃないですか。その中で心の居場所、私の場所もあるんだなと思ったらすごい嬉しかったです。全然伝わってないと思うけど私の語彙力じゃ伝わらないけどきっと伝わってると思います。きっともうあの私のこの語彙力をきっとあの私のファンの方は分かってると思うから、この語彙力のなさを何回も私のこの感じを解読してくれて伝わってくれてると思うからありがとうございます。ほらなんとなく分かるってありがとうございますそう伝わってるといいです。いい、でも本当に私呼ばれると思わなくてなんかもうサイン来た瞬間にもう魂がどうか行ったんですよね。本当にバーンってはーってなんか肩が泣くなんて思ってもなかったよ私も思ってなかった私も思ってなかった。でもその総選挙とかってやっぱりその目の前にファンの方がいるじゃないですか、いたりとか、だからなんかファンの方がそうこうわーってなってくれるから結構なんだろう、なんて言うんですかあのファンの方がいるみたいな、そばにいてくれるみたいな感情が生まれると思うんですけど、多分このショールームそんな感じそんな感じそんな感じです。なんかそんな感じ伝わりました？
こうファンの方のこのリアルタイムでこの声というかコメントを見ただけでバーってきましたね。多分一人でこの文字をメールとかで打ってたら多分そんなだったと思う。ファンの人のリアルタイムの文字だったりとかおめでとうってなんか言ってくれるこの声があるだけですごいね、はぁってなるので、いやまだ本当にちょっと待って、書いとくね、ごめんなさい、書いときます。はい、ちょっと自分に忠告します。はい、こちら読んでください皆さん、まだ速報ですそうなんですよ、まだ速報なんですけど、かゆ速報なんですけど、泣いちゃいました嬉しくて嬉しいね、まだ速報でしたまだ速報なんですけど、でも本当に嬉しかったのでこう承諾しました。今日は皆さん本当に美味しいものをたくさん食べてください。甘いものとか自分の食べたいものもたくさん私が買ってきてあげる、逆に買ってきてあげる。あ、すごいお腹鳴った、すごい音鳴った、さっきご飯食べたんですけどごめんなさいね、すごいお腹鳴ったんですけど、すいません内緒でやっぱショールームするとお腹鳴るんですよ私。今日今のやばくない？今のやばいよね。ちょっとこうなった。今日は美味しいものをたくさん食べましたお寿司を食べました。お寿司が今頃消化されて幸せそうになりましたね恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしいんですけど嬉しかったです。多分この子も嬉しかったでしょう、そのお腹も恥ずかしいすごい私だとか言わないでください、恥ずかしい恥ずかしい。美味しいものを食べました、みんなも食べてくださいタイミングが本当だよ、自分のお腹かと私のお腹です、すいません、こっちでした、こっちのお腹になりました、すいません。やっぱね、美味しいものっていうかその美味しいもの食べると頑張ろうって思うので食べてください、お寿司もね。本当に恥ずかしいね、私本当に普段お腹鳴らないんですけどショールームすると鳴る、静かだからか立ってるからか本当に恥ずかしい引きずっちゃうこんな。テロップ変えようと思ったけどやめました、ちょっとあんまいいのが思いつかなかったということで皆さん見てくれてありがとうございましたいや伝わんないな私、ちょっとどうしよう、語彙力がなさすぎて伝わらない伝わらないけど、あと何話そうかな人間味あ、またなりそうだよ、何話そうかな。あ、伝わってました。よかった。じゃあ頑張りましょう。じゃあ頑張りましょうって。皆さんも一日ぐらい浮かれてください。みんなゆっくり休んでください。本当にありがとう。幸せな。幸せな時間でした本当に。明日はきっと目が晴れることでしょう。
した公演じゃなくてよかった、本当に本当にそれです。セブンネットの予約は11日までなのでお願いします。まだ泣くのか、泣きませんよ。もう泣かないですよ。次泣くときはもう泣くときを決めるのはさすがに。でもダブルセンターティーンズユニットに入ったときですかね。目が腫れるタイプ、腫れはしないけどめっちゃ泣くときは腫れます。でもそんな今日泣いてないから、てか泣いてないから忘れてください。いや嬉しい波よ。本当初めて入るユニットがセンターってかっこいい。そうなるといいですね。頑張りましょう。ユニットってすごいユニットってなんか評論家みたいな感じになっちゃうんですけど、ユニットって私めちゃめちゃ特別を感じてて、なんせ SKE48 もの中ですけど、 SKE48 の中のもう一つのグループができて、それに自分がいるっていう。私ラブクレッシェンドとかそのカミングフレーバーとか、あとは教室の片隅で恋をしてる、ネクストポジションとか、いや本当にいろんなユニットがあるじゃないですか。そういうのを見てきてるからやっぱ特別だなって思いますよね。あとあの制服を着た名探偵とか、制服を脱ぎたくなってきたとか、ブラックパールもそうだね、とかもだし、本当にいろんなユニットを見てきた。すごいね、お腹鳴りました。でもいろんなユニットを見てきてるからすごい特別感があって、なんだろう、やっぱその少人数だからこそ、このなんだろう、見てもらえるというか映る回数も多いし、特別だなってすごい思うんですよ。だからね、入りたいですね。そうリクアワとかいいよね。そう私これっていう曲がないんですよ。ハグリライオンもオリジナルメンバーではないんですね。し、今公演のユニットなので、公演のユニットだし、もともとは AKB さんの曲なんで、って考えたら、自分の曲欲しいですよね。って思います。だから、頑張りましょう。頑張りましょう。みんなありがとう。みんなありがとうございました。なんかインスタとかね、質問返しするので、またブログも書きます。文章書くの苦手になっちゃったけど頑張ります。じゃあみんなありがとう。頑張りましょう。ありがとうございました。まだ速報です。まだ速報です。みんなありがとう。また。公演9日と、9日出ますので、見てください。では、みんなありがとう。バイバーイ。本当にありがとう。おやすみなさい。